20代半ばのあべあべ新聞2月24日から1983年12月29日は日本の柔道家、教育者、講道館創始者、嘉納治五郎に直接柔道の手ほどきを受けた直弟子で大正末期から昭和初期の現役時代には得意の背負い投げを武器に一世を風靡し、後には全日本柔道連盟評議員、常任理事、境港市教育委員長、鳥取県体育協会評議員、鳥取県柔道連盟会長、境港市体育協会会長を務めるなど、日本柔道界の重鎮として知られた。鳥取県西白郡吉村出身。県立竜米小中学校時代には、右の一本背負い投げや跳ね腰でなお長谷健太にこするものなく、身長165センチメートル、体重68キログラムの小兵ながら在学中に、大日本武徳会で2段位を取得した。1924年の全国中等学校柔道大会には、松本豊や小引康正らと出場、準決勝まで進出している。1925年4月に、東京高等師範学校体育科乙に入学し、同年5月統括家で、講道館に入門。武徳会での実績が認められた阿部は、直後の5月24日に開催された、講道館の春季紅白試合に2段格で出場し、対する2段の模索人を投げ飛ばし3段への抜群昇段を果たした。翌26年5月24日開催の春季紅白試合でも3段8人を抜いて4段へ抜群昇段し、いよいよその名を東京学生柔道会に知らしめると、11月の明治神宮大会における柔道競技では少年組4段の部を制した。同じ頃、甲子の出身で満州に一大柔道王国を築いた傑物、岡部平太が講道館へ挑戦状を叩きつけると、嘉納治五郎館長はその矛先をかわして、東京学生連合をこれに当たらせ、ここに全満州、東京学生連合との対抗試合が実現した。1927年6月11日に、甲子の大講堂で開催された第1回対抗試合に、阿部は学連側の3勝として出場、満州側の6勝を務める縄田公雄4段が、学連側の5勝で、明大の涌井宏へ4段、学生柔道界No.1と言われた、早大の笠原巌を4段と立て続けに破って気を吐き、3人目に阿部と対峙した。阿部は、試合開始早々組むなり得意の一本背負い投げで、縄田の体を宙に回せて、勝利を収め、続く巨漢の猿丸義を4段とは引き分けに持ち込む活躍を見せ、その有名は柴叩く間に、日本柔道界に知られるところとなった。阿部は、同年秋の講道館秋季紅白試合で3人を抜いて4人目の富川4段と引き分け、その柔らと強しを兼ね備えた才技をもって、嘉納館長直々、前例なしとの称賛を受けた。講師時代の2年後輩にあたる細川熊蔵九段によれば、前述の通り背負い投げと跳ね腰を得意としながらも、それらに固執することはせず、相手や場合に合わせて払い腰など、複数の技を使い分ける器用さを併せ持っていたという。翌28年1月8日の講道館鏡開き式で5段くらいに劣せられた。1928年、東京学生連合は5月22日に、警視庁道場にて、警視庁柔道部と7月1日に、大連にて全満州軍とそれぞれ対抗試合を開催。警視庁との対抗試合では、学生が副将を務めた笠原巌の活躍もあり、試合の勝敗は、阿部と警視庁教師の大豪、曽根耕三五段との大将決戦にもつれ込み、両者激しい攻防の末に優劣決せず引き分けとなった。副将、笠原と大将、阿部とを入れ替えて臨む満州軍との試合は、両軍譲らず、一進一退の攻防で進んで、副将、大将決戦へ突入。学連側副将の阿部は対する、江頭仁さん五段を、背負い投げで破ると、チームの勝利をかけて、満州側大将の縄田義巳五段に挑むことと、なった。阿部得意の背負い投げは、重心の低い縄田には、効果なかったが、一瞬の隙を逃さず、寝技へ誘って、総襟絞りに極め、大将の笠原を残して、楽蓮軍は前年の雪辱となる勝利を収めた。しかしながら、満州軍との対抗試合を終えた大連からの帰途に、安倍は腸チフスを患い、その後治療に長期間を要した関係で講師では、休学、卒業延期を余儀なくされたのに加え、冴えのある技にも鈍りが見え始め以後の試合に出場する機会を得なかったことは、本人はもとより当時の柔道界にとっても惜しまれる結果となった。1930年3月に東京高等師範学校を卒業した後は、私立成蹊高校の教諭兼教授に着任し、旧制府立高校や横浜高等商業学校でも後進の指導に当たった。1933年6月1日付で6段位を排除。1937年に品事変が勃発し表彰された安倍は、松江の歩兵第63連隊に入隊し、連隊騎手として隊員を鼓舞しながら、北師、中師を転戦し、1941年の太平洋戦争開戦前に召集解除となって、福音、成蹊高校に復職した。戦後は、郷里の境港市に戻り、父の家業であった郵便局を継いで局長を務める傍ら地域の柔道振興に尽力、柔道界において、鳥取県柔道連盟会長、中国柔道連盟会長などの要職を歴任し、全日本柔道連盟常任理事や、講道館評議員も任ぜられた。この間、1964年の日本武道館開館式では、昭和天皇の御前で、小谷清の九段と古式の形を演じ、3週間後の第18回オリンピック、東京大会では全柔連協会員や審判の重責を担っている。また、妻と共に勤しんだ茶道においては表、千家鳥取県会長を務める腕前であった。1981年4月28日に九段くらいに列せられ赤帯を隠居。同年10月より境港市教員委員会委員長の他道体育協会会長、鳥取県体育協会評議員を務めたほか、1985年に鳥取県で開催の第40回国民体育大会に際しては、県実行委員会常任委員を任ぜられ、特に地元境港市で開催される柔道競技全般の準備を進めて民宿不足対策に自宅の部屋やトイレ3カ所の増設をするなど未然を切るほどの熱意の入れようであったという。しかし国体開催をその目に見ることなく、1983年12月29日4時18分に肝硬変のため他界、享年77。柔道評論家の黒田武は、専門雑誌、近代柔道の中で、柔道が片道と化しつつある現在、日本柔道界にとって、最も惜しまれる人を失ったとその死を悼み、1984年1月18日には、日本国政府から15位、勲4等瑞宝章を追贈された。ありがとうございます。